はい、ヤマハ SR400、RH01J、3型ですね、の後期のモデルになります。はい、後期と前期、前期がイモビライザーなし、後期がイモビライザーあり。イモビライザーというのはよくイモビみんな言うと思います。イモビって初めて聞いたときに皆さんがきっと想像したのはおそらくイモです。イモがついている、美味しそうだなんだかっていうふうに思ったんじゃないのかなっていうふうに思います。僕は思いました。はい、じゃあイモビって何だろう、何それ美味しいの。イモビっていうのはですね、鍵のことです。まあ、このバイクで言うとですね、鍵の中にですね、なんかこう認証チップが入ってます。で、それを認識しないとエンジンがオンになりません、火花が飛びませんというですね、非常に高度な電子設計、電子部品ですね。あのキーシリンダーの周りにですね、センサーがついてて、合ってる鍵を入れるとそれを認識します。はい、それをイモビと言います。で、他にもですね、あの振動をこう検知してですね、あのピー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 なったりとかですね、あのそういうイモビライザーもあります。はい、というですね、ものがついてるんですけども、なんでこんなもんついてるのか、じゃあこれ壊れたらどうするの、鍵パーンって落っことして割れちゃったよ、もうエンジンかかんないじゃん、ただの鍵でいいよ、実はみんなそう思ったんです。はい、僕もそう思ったぐらいですからね、メーカーの人もそう思いました。じゃあなんでそんなものを実装しなくちゃいけなかったのかっていうと、オートバイというのはですね、日本国内、日本で売られてるオートバイ、日本国内だけで売ってるものじゃないんです。世界中あちこち至るところでオートバイ売ってます。はい、でその中でですね、アメリカだったりヨーロッパ大陸だったり、あっちの方でこうしたイモビライザーのキーをつけてないとオートバイを販売してはいけませんと、新車には必ずつけてくださいっていうですね、自主規制だか暗黙のルールなのかわからないんですけども、そういったものができたんですね。で、それに合わせるような形で、イモビライザーというのは日本の国内で売られているオートバイにも実装されるようになりました。はい、まあ、そういう次第があります。やっぱりですね、イタリアとかですね、あっちの方バイク多いです。でもそれ以上に多いのがバイク泥棒、簡単に盗まれるらしいですね。やっぱ治安悪いです、言い切りますけどバイク盗まれちゃうんですよ。だからそれをなるべく減らそうよということでですね、いろんな対策をメーカーにも求めたようです。はい、まあ、それがイモビライザーのちょっとした話、決してイモビライザーイコールイモではないということです。はい、あ、そうだ、ですね、でこちらのバイク、うちで今回入れた黒いSR、 黒ね、みんな黒大好き、私も好きですけども、黒非常に人気なんですぐなくなっちゃうかとは思うんですけども、距離がですね、これ全然走ってないです。9700キロ、約9700キロぐらいしか走っておりません。はい、なので、タイヤ等もですね、純正指定の純正のタイヤを履いてます。多分これ新車の時のやつかななんていうふうに思います。で、乗らない期間が割とあったオートバイのようです。はい、まあ、だからというかですね、あれですけども、非常にエンジン自体の状態そのものは良好です。よいしょ、チョークを引き、よいしょ、回転数が少し上がってきたらチョークを戻す、で安定するわけですね。はい、どうですか、非常に綺麗で丸い音が出てると思います。はい、角の取れたいい音ですね。どんなもんでしょう。そしてこのリズム、こう一定の綺麗なリズムを刻んでますね。うん、満足です。はい、私が、はい、
なんていうんですかね、まあ、オートバイの良し悪しというか、まあ、中古のですね、状態、いい状態か そうではないかというのをですね判断するにあたって、こうした機械の奏でるリズムっていうのがですね、一番こう僕にとっては判断基準になってきます。はい、まあよくですね、私も SR が欲しいですと、どういう SR を中古で選んだらいいんですかっていう質問をですね、メール等で多くいただくんですけども、正直伝えられないです。はい、そんなに簡単に分かるものだったら商売上がったりだぜっていう感じなんで、それですね、聞かれても答えられないっていうのもあるんですけども、まあ、その中で、私がですね唯一こう教えられることがあるとすれば、やっぱりこうエンジンをかけた時、コールドの状態からエンジンをかけた時にですね、アイドリングが一定のリズムを奏でてですね、安定をするということは一つの判断基準になっていくと思います。はい、安定側見せていきましょうかね。今日のカメラマンは坂地よいしょ。はい、これが反対側ですね。特になんか削ったような大きなこけ傷もなくですね、安心して乗れる状態だと思いますよ。はい、うちで、なんでこう SR をたくさん扱ってるのか。はい、それはズバリ私が好きだからです。まあ、歴史の長いオートバイですよね。ここに書いてありますけれども、1978年に発売されたとあります。私の誕生年がですね1979年で、僕早生まれなんで、私の、学年でいうと1978年が一般的な、まあ、製造年なんですよね。 僕と同じ学年の人たちはですね、みんな78年式がほとんどなんですけども、そういう意味でなんか自分と同じぐらいの、ほぼ同じ年を重ねてきたバイクっていうのがですね、好きっていうことには理由があります。はい、で僕がですね所有しているのは、もうだいぶ長いこと持ってますけども、 SR の500なんですけども、やっぱりそのなんだろう、 SR の魅力っていうのは手放せないんですよ。手放せないっていうのは、本当に手放すことができない。手放そうかなって思っても、なんかすぐにこう、ああやっぱやめようってなっちゃうんですよ。で、手放さなくてもいいかな、別に持っててもいいかな、まあ、そんなにこうね場所取るあれでもないし、メンテも自分でできちゃうし、ね、車検も割と自分で通せちゃうし、まあ持っててもいいかなっていうですね、ちょっと敷居の非常に低いオートバイなんですね。でなおかつですね、いろんな部品が出てる、中古新品含めて。だから自分でいろいろこう部品をですね、例えばミラー一つ交換してしたものであっても愛着が湧きます。自分だけの一例になっちゃいます。ハンドル交換したよ、ウインカー交換したよ、ヘッドライトのバルブの色を変えましたよ、そうしたことがですね非常に容易にできる一台で、そういうことをどんどんやってるとですね、なんかその一つ一つ、例えばこけた傷1個取ってみてもですね、なんかこうかけがえのない一台になってしまうんです。まあオートバイで全体的にみんなそうです、そうだと思います。で、あとはこいつのキックスタート、スタートがキックであるということ。はい、セルをしてポンじゃないんです。キックしてエンジンをかけるときにライダーが一緒になって汗を流さなくてはいけないんです。そこがですね、やっぱ SR の魅力かな。で、あとは調子が悪くなりづらいですね。設計は古いんですけども、フュエル濃く不圧式のものを使ってたりしますので、乗らなくてもですね、なかなかそれでダメに、本当にダメになっちゃうってことが少ないんです。だからそういう意味で、いつでもね、ライダーのパフォーマンス、ライダーの、要望に応えてくれるパフォーマンスを持っている。でなおかつ僕が一番 SR の中でいいなと思うのは、こいつのエンジンは空冷のシングルというエンジンはですね、吹かした時にあんまり高回転まで回ってくれないです。はい、あんまり高回転までわーっ、要は遅いんですこのバイク、正直言って遅いです。まあ高速道路でバーッと引っ張ってやれば、まあ、130キロ140キロは出るかもしれないですよ。
出るかもしれないです。まあでもせいぜい100キロぐらいになるとですね、これ本当に大丈夫かなっていうような振動を出してきます。はい、なので基本的にこのバイクは遅いです。わかりますか皆さん、バイクは乗れば乗るほど、乗ってる年月が長ければ長いほど遅いバイクが可愛くなってくるんです。最初に北海道に例えばバイクで行こうとなった時、おそらくですね速いバイクで行きたがる人がほとんどなんです。最初は若くてお金がないからしょうがないから250とかで、次お金ができてから行くリッターバイク行くと思うんです。多分その次になるとオフ車とかになるんです。その次になると自分でカスタムしたシングルで遅いやつになってくるんです。最終的にはカブになるらしいですからね。はい、要するにオートバイに乗る楽しみっていうのは速く走ることだけではないということなんです。ゆっくりとそのバイクの奏でる振動やですね、そのバイクから返ってくるこのレスポンス、このバイクが喋ってくるんです。本当に喋ってきますよ。例えば今日は元気かな翔平くん、今日は元気かい、僕は元気だよとかですね言ってくるんですよ。本当ですよ、僕には聞こえる。皆さんだってバイクずっと乗ってると、一人でずっと乗ってるとバイクと喋るでしょ。あー疲れたな、腹減ったとか言いません？言いますよね。皆さんにも声は聞こえてるはずなんです。はい、まあそうやってですね、バイクのそのまあ何て言うんですかね、バイクの対話を楽しむ、それはスピードが速いよりゆっくりの方が楽しめるんです。あー調子いいな今日も、ドド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 、あお前も今日は非常にご機嫌だねとか言いながら、いやーいい景色だね、いい景色だね、いい景色だねとか言いながらですね、景色を楽しむためにはやっぱりこうある程度余裕を持ったスピード、余裕を持ったスピードってゆっくりっていうことです。はい、でゆっくり走っててストレスのないバイクっていうのは遅いバイクのことなんです。だって例えば50cc のカブで思いっきりカリカリにチューンして頑張ってですね、80キロで走ったら余裕もへったくれもないですよ。でもカブで例えば30-40キロ、別に渋滞も何もしてない、他に走ってる人誰もいない、めっちゃ景色きれいっていうところでカブで30-40キロでこうブルルルって走ってる、例えば SR でそういうところ50キロ60キロでドドドドドドドって走ってる、もうこうやってもう手なんかもう片手だけもうこうやってああ綺麗だなって走ってる、多分僕はこれが一番オートバイに乗ってて、あバイク乗ってよかったなって思う瞬間じゃないかなっていうふうに僕は思います。スピードを出して楽しいのはスリルが楽しいのであって、バイクが楽しいのとはちょっと違う。確かにそういう楽しみ方もあるし、自分自身そういう楽しみ方にハマっていた時もあります、もちろんあるんですけども、それは長く楽しめる楽しみ方ではなかったですね。やっぱりその中で一通りの、まあ、そういうやんちゃなこともしてサーキットも走ってみて、こけてみて、痛い思いしてみて、ウィリーしてみて、ひっくり返ってみて、そういう一通りのことをやってみて、ふとこう振り返った時にこいつがいるんですよ。そうするとあ SR 乗ろうかな、このスピードでとことこバイクに乗ってですね山とか走ると非常にその空気が気持ちいいんですね。景色も綺麗で、はい、それをまたこう再認識してしまうとこいつは手放せないんです。だこいつと例えば勢いで買ったですねスーパースポーツがあって、あんたどっちか知らないって言われたらやっぱね結局多分残るのこっちじゃないかなって僕は思いますよ。はい、まあ、人それぞれです。はい、ただ僕なりにSR の良さを語るとこうなります。はい、こちらの SR なんですけども、車検付きでの販売です。で、もちろんですね名義変更終わって、ここから行ってらっしゃいと送り出す金額です。基本的な部品交換、テスト走行ですね、そうしたものも含まれます。はい、であと、車検一巡してですね、また次の車検シーズンになったら日帰り車検もできますんで戻ってきてください。はい、でうちノーマルパーツいっぱいありますので、他のお店で出すよりも確実に安いです。はい、絶対引っ掛けないです。消費税が上がらない限りは54,000円です。はい、で、通させていただきますので、車検を怖がらないでください。車検は安いです。車検は全然怖いもんじゃないです。ノーマルだったら全然怖くないです。車検怖がらないでください。はい、であと納車講習ですね、キックが初めてだよ、 SR 乗りたいけどキックが初めて、自信がないという方はですね、最初に私希望をおっしゃっていただければお金いただけませんので、
あの無料で納車講習とやらせていただいております。キックエンジンのかけ方、それから行動に出る時の心得、それから実際に一緒に走ってきて、その中で、またいろいろ話したり、坂道発進を練習したり、いろんなことをしてですね、最終的にじゃあ心の準備ができましたかと、で OK ですということだったら行ってらっしゃいということで送り出します。はい、あとおまけがつきます。 T シャツですね。はい、SR によく似たバイクがプリントされている T シャツなんかうちの店にですねたまたまあるんですけども、はい、それが何枚かついたりとかいたします。はい、この T シャツもうちで作ったやつですけども、はい、今在庫切れです。はい、というわけで、あ、でも動画上がる頃には入ってるかなと思うんですけど、黒い SR、SR をお探しの方にはですねおすすめです。まあ走行距離も全然行ってないので、これからもっと乗れる1台なんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、どうぞよろしくお願い申し上げます。